アムです。フーミンです。ワラダハンテ TV です。今回巣鴨に来ました。巣鴨でやる企画、はい、アホマチック天国。ちなみに巣鴨は文京区なんで学校高いです、はい、お東大近いですし、はい、あの有名私立とかもあります。なるほど、はい、楽しみですね今日はですね、はい、皆さんチャンネル登録お願いします分かって TV。 お兄さんは今学生さん、はい、お、じゃあ、早速なんですけども、はい、今巣鴨の町の学力偏差値を測ろうという企画やってまして、お兄さんの今通ってる学校を教えていただいてもいいですか。大正大学です。大正大学、これは俗に言う F ラン大学。いや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 、どうですか大正大学。まあ F ランという人が落ちた人とか周りいました。自分しかそこの大学受けてる。ああ、はいはい、例えば試験場行くじゃないですか、で同じ教室受けるやついるじゃないですか。そういえばあいつおらんなみたいなやついます。全員おるんじゃん。あ隣の席の子がテスト終わった時に、うん、すげえ泣いてて、泣かんねえ泣かんねえ、あ落ちたんだろうなおお、どうも。いや絶対野球部でしょ。いや野球じゃない、ちょっとサッカー部。サッカーで今大学生でちょっとサッカー、サッカー。大学生なの？いや落ち着け。いや落ち着け。ちょっと違う違う。突っ込みとかだってまずまずいい。ちょっと突っ込んでいい。襟襟。ちょっと待って。入ってんのよもう襟。恥ずかしいなこれ。俺もいじりたいよ。そう。俺にメガネ憧れたよ。いや憧れたよ。いやこれ今ちょっと壊れてる。そう壊れてる。テープでちょっと。メガネがもう。今大学生なのね。大学生。結論わかりました。じゃあちょっと偏差値を聞いてみましょう。お兄さんの今通ってる学校教えてください。東洋大学です。え？東洋。学部は国際観光。あ、なんか分かる。最近人気あるとこ。はいはいはい。なるほど、なるほど。絶対日本史選択でしょこの感じ。あ、日本史です。でしょ。国際とは真逆の人間ですよ。はい、日本史です。なんで国際観光にしたの。旅行が好きで。こんなね東洋大生見たことないよ。いや、坊主にしたの最近なんで。なんで坊主にしたの。いろいろあって。あ、いや、それ聞こうや。いや、え、友達見てたらやばいんで。大丈夫やったら。言える範囲で言って。まず何があって坊主にしたの。分かりやすく説明して。さっきから分かりにくい。分かりにくいですか。ちょっと動きが多い。うるさいのよ。いろいろうるさいのよ。まず分かりやすく説明してよ。なんで坊主にしたの。彼氏がいる女の子と、いろいろあって、で彼氏とも仲いいみたいな。その彼女も俺悪いと思うけど、ちょっとえ、バレた。なんでバレたの。あ、彼女が黙ってられないということで。おいな、アホや。それ東洋だ。東洋っす。アホや。東洋の女子アホや。まあまあまあ面白いや。はい、仲いいんでしょ今も。いや今めちゃくちゃ気まずいです。あ、そうなの。ちょっと謝っとけちゃんと。じゃあなんか本当にこう一瞬の気の迷いでしたけど、すいませんでした。いやいやいやこれすごい見た目っすね。いやなんでお前文京区顔だよ。学歴だと思いますよこれは。なるほど。じゃあ本題から入りましょうか、はい、お兄さんの最終学歴教えてください。昭和大学の医学部。うお、医学科。決定例ですよ。工学のために医学部の序列、私立の方複雑なんで、なトップは慶応。トップ慶応です。次は、で御三家で言ったらあと順天、順天、あと慈恵、慈恵ですね。その後日本医科大学、次とかに大阪医科大学、あ関西の方で昭和ぐらい。そのぐらいなんや、うん、じゃあ大したことない。ぶっちゃけ早慶以下の医学部とかあるんですか。あーまあ全然全然ある。いやなんか言うのもあるんですけど。いやいや教えてくださいよ。工学のために知りたいんですよ。だってさ今回昭和の医学部だったんで、うわすげーってなったけど、他の医学部ですって言って、うおーって驚いてたら恥ずかしいもん俺。だから工学のために知っときたいのよ。いやここはそんな驚かんでいいよっていう。同じ医学部の人から見てね。すげえ印象悪くなりそう。そういやいやほら聞き方が悪いよ本当に。じゃあ普通に客観的に下からも聞こうでしょ。客観的に見たら、はい、まあ学費が高いで言えば帝京大学とか 1A2B で入れる大学。聖マリも結構高い。なるほど。西川先生とか有名ですよね。聖マリの卒業生、はい、それで言ったら昭和大学で言ったら高須先生。高須あの人昭和大学。昭和大学、すごいんだけど。医学部の話おもろいな。他は他は、他どうだろう。ちょっと知りたいねんな医学部、さっき出たところは、ファーストリアクション、なるほどそこねみたいなリアクションで俺今後行こうと思います。これ見てる女子学生も、女子学医学部来た時に序列が分かるから、この大学の医学部だったら別にそんなビビらなくていいんだみたいな感じで対応できるんですね。ど真ん中ってどの辺ですか。そう真ん中、真ん中も知りたい。ザ真ん中。そう真ん中。どうだろう、ちょい下な。あ、そうね。あ、結構したんや。あ、そうね。やっぱ日大医学部。ちょうどいいぐらい。あと教輪とか。その辺。真ん中。いや、医学部の知識すごいね。日大はほんとちょうどいいぐらい。もう、下だよ。
やだなこういう。巣鴨といえば商店街ですから、はい、こう食レポ力とかもね試されるわけですよ。お、僕の出番ですね。ようその口で言えるな。今回は違うで。じゃあちょっとおもろさ対決しようや。 OK。 おー、はい、はい、まあ、あの巣鴨といえば食べ歩きですから、はい、いただいちゃいたいと思います、うん、うん、あれ何食べたっけ、あれさっき何食べたっけ。いや打ち合わせしたやろ。おばあちゃんかって突っ込めよ。いやもうちょっと突っ込もうかと思った。打ち合わせしたやろほんまに。もうええわ。もう帰ったぞ。あね、視聴者のみんな、 B 山いつも突っ込みミスるやんか。だから僕が言った後におばあちゃんかって突っ込んでやって事前に言うてて、やのに見捨てられたの。やばない。やちゃう。いやちょと思って、おばあちゃんかって言ったらちょっとやっぱ失礼になるやん。 NG ワードで。なるほどね。おばあちゃんかでいただきたいと思います、はい、うん、いやもうエフランが来そうなんだよ。ちょっと言い過ぎだわそれは。もう嫌やわ。お兄さんは今大学生ですか。いや高校生。高校生、まだ進路は決まってない。決まってない。なるほど。じゃあ高校の偏差値でいきましょうか。そうですね、はい、高校は今、偏差値何歩ですか。61です。 61! いやー、中途半端。目指してる大学とかあるんですか。今日法政受けてきました。ん、法政大学。あ、法政、はいはいはい。第一志望はどこなん。中央大学。あ、中央と、あと法政も受けたんです。やっぱ法政の問題簡単やった。いやお前悪いな、お前本当に。法政大学なんで受けようと思った。この時のためにネタで用意してきました、うん、おい、法政大学ネタで使う。今年なんか法政大、うん、志願者数減ってるらしい。で、分かって TV のせいじゃないかということが、まあ、今年やかに言われてるわけ。いやいやいや、どんだけインフルエンサーだ。俺らそんなインフルエンサーだ本当に。おい大学ども、分かって TV 敵に回すと恐ろしいね。いやお前煽るな。報告費いただければ大学のいい紹介するんで、ぜひ BM までください。広告費とかいらんから、はいはい、エフラン大学を若手 TV がプロデュースみたいな、そういうのはおもろいからとは思うよ。例えば仮によ、大手門学院大学さんが若手 TV に広告オファーしてくれたと、はいはい、するならば、はい、大手門学院キャンパス調査をやりましょうよ、はいはい、多少はいじらしてください、はい、多少はいじらなおもんないから、うん、ここさすがエフラン大学やなみたいな、多少はいじらしてくださいよ、はい、やねんけど、意外とここしっかりしてんねやとか、魅力も紹介しますよ。そうですね、まあ、交通費ちょいプラスぐらいもらえたらいいじゃないですか。お金はね、あとで要相談でええやろ。要相談です、分かりました。お金ありきやから、自分はほんまに。本当ですか、失礼します。信頼ありきやから俺は。なるほどね。これが仕事の仕方やから。依頼があってキャンパス調査するっていうのも全然俺やろうと思ってるんで、うん、確かに。もし興味ある大学あれば、うん、リスクあるよ、リスクあるけど効果はあると思う。イケてる大学の広報の人とかね、うん、ちょっと我が TV に声かけてください。そういうね、あのゼミに所属してる人も大学に交渉してうまくよろしく。お兄さんは、結構巣鴨は何回か来るんですか。そうですね、何回か来てます。あ、そうですか、うん、今回巣鴨の町の学力を調査しようという企画やってまして、はいはい、お兄さんの今通ってる大学学部教えてください。早稲田大学法学部。おお、早稲法。一応ちょっとみんな気になってるやろうから、一般ですか、推薦ですか、内部ですか。これちゃんと一般です。おお、てってれーですね、はい、サークルとかやられてますか。早稲田祭運営スタッフ。お、早稲田祭やってんねや。あ、はい、これね、昔からの夢やねんな。早稲田祭のステージに立つっていうのは昔からの夢なんですよ。はいはいはい、そうですね。権力あるかどうかが気になるね。雑魚スタッフやったら正直口説いてもしゃあないから、代表とかね、はいはい、幹部クラスやったら口説きに行きたいわけよ。なるほどね。ちょっとまず地位を聞きましょう。序列的にはどんな感じなんですか。ただの参加対応局、屋内事務員なんで。屋内事務員、雑魚やないか。はい、お前悪いな、お前本当に。中半身。知り合いなんですか。あ、全然違います。たまたまたまで、たまたまで、なるほどなるほど。あ、高校生。高校生ですね。喋り方関西。いや、出身関西です。あ、そうなんや。巣鴨はよく来るの。いや、初めて来ました。初めて、はい、てか高校は。高校は政府。大阪の。大阪の政府です。なるほど。受験で来ました。今日どこ受けてきたの。今日は立教大学で。あ、立教大学、はい、なるほどね。はいはいはい。第一志望は。第一志望神戸大学。神戸大学、なるほど。一応高校の偏差値聞いておきましょう。そうですね。何ですか。70いくかいかないぐらいですね。70ぐらいです、はい、なるほどなるほど。政府から立教はちょっと落ちこぼれコースよ。いや、まあ、そうですね。頑張りや。ありがとうございます。神戸大。頑張れ。ありがとうございます。ちょっとお姉さん聞きましょう。お姉さんね、はい、お母さん感がすごい。お母さんじゃないです、よく言われました。おいくつなんですか。まだ19です。え、大学生。大学生。お、じゃあお姉さんの最終学歴聞きましょう。はい、何大学ですか、はい。開けていいですか。お、何や。ソフィア。いや、出張激しい今。待って、出張激しい。上智大学。バン来たよ。最近ね。
若手 TV のコメント欄が、はい、上智大学に対する批判が結構多くてですね、どんなの推薦が多すぎるとか。あ確かに。でもお姉さんはどっちかというと一般顔なんですよね、はい、あ正解なんですよ。どこだと思いますか、一般の中で。どういうことですか。個別化 T プリオってあるんですよ。知らねえよ。個別化 T プリオ当てれねえ。めちゃめちゃ自己主張がすごい。上智大学どうですか。変な人ばっかりで楽しいです。癖強いんで。僕らも上智まあまあ言いましたよね。いろんな相手がいましたけど、ソフィアさんに見かけました私。お姉さん一番癖強いですよ。俺らの中で上智マックスっすよ。いや、いろんな人いましたけどね。でも推薦は確かに多いですよ。物申したいことありますか、推薦上智生に対して。推薦はいいんですけど、ちゃんと勉強してください。どうなの、推薦の上智生の実態を教えてください。知らないからそれを、カトリック推薦ってあるじゃないですか。はい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 、はい、ちょっとそれが、俺も物申したい。あのね、まず上智大学、はいはい、キリスト系の大学なんですね、はい、キリスト系の高校とパイプがあるんですよ。そうです。でカトリック推薦って言って、そのキリスト系の高校から推薦枠があるんですよ、うん、これ普通の推薦よりもさらに入りやすいんですよね、うん、そうなんですよ。そうなんです。だから宗教の癒着があるわけじゃないですか。いや、いいじゃないですか。いや、あのね、ソフィアって言ってるぐらいなんだから本当に。まず日本国憲法読んだことあるかお前。いや、政教分離の法則ってあるでしょ。大学と宗教も分離されるのおかしいね。いやいや、どういうことその主張。学問と宗教は別でないとおかしいね。上智大学さん、大学と宗教分けなさい。キリシタンだけ優遇する政策はダメですよ。何 F 国の人なのお前は本当に。カトリック枠が君が上智おかしいやろみたいにおるわけでしょ。なんか想定より人数が多かった。君もカトリック、君もカトリック、君もカトリックみたいな。結構そんな、いいでしょ別に。自由ですから、宗教何を選ぼうが自由なんですよ。そんな癒着で上智大学の価値下げることになりますから、そういう癒着ばっかりやってたら。宗教は自由なんでね、上智大学さん怒らないでくださいね。こいつはおかしいだけですからね。いや、カトリックの推薦あるのはいいけど、平等にせなか、学力は同じ基準でやらなか。間違ったこと言ってる俺。だいぶ間違ってると思うけど。え、うん、学力至上主義なんですよね、ふうみさんは。いや、そうだから、おかしいやん。キリシタンだけ入りやすいってのはおかしいやん。いやいや、それはそれやったら俺もキリシタンになりますよ。キリスト、キリスト、なってくださいだから。キリスト、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 なってくれよ、お前、はい、というわけで、巣鴨で本町天狗やってきました。はい、巣鴨いい街でしたね。そうですね、もう食事とかも楽しかったですし、はい、今日はですね、はい、学がある人が多かったですね。あ、確かに、はいはい、まあ、昭和の医学部だったりとか上智とかね、はい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 、高学歴だけど早稲田もいましたね、はい、これ高いんじゃない。いや、これ60、4、5。いや、でも高校生とか見たから。あ、そっかそっか。じゃあ63ぐらいじゃないかな、はい、でというわけで巣鴨の偏差値は63です、はい、過去かなりトップクラスですね。そうですね、はい、かなりいい街でした。うん、皆さんチャンネル登録お願いします。高評価と概要欄から SNS のフォローもお願いしますね。じゃあ今日はこの辺で、バイ。